パーカーちょっとあのね、やっぱパーカー自体も高いし、印刷代とかでちょっと値段は1万円とお高めになってしまったんですけど、もう絶対パーカーを作りたいって思ってたのでめっちゃ作れて嬉しい。はい、で次がこのステッカーになります。めっちゃある、可愛くない？あ、じゃあ、ステッカー冬でも着れますか？え、めっちゃ着れます。なんか私は結構11月とか北海道に遠征とかあるんですけど、これの下になんかロンティーとか着て、これ着て行ってもいいんじゃないかなってぐらい、生地もしっかりしてていいと思います。ステッカーはこんな感じ。開けてる。開けていいですか？じゃあステッカーは全5種で、あ、全6種で、あの全6種なんですけど、あ、全部見せますステッカー。今向かってるよ、ありがとう。今出してます。このステッカーは個人的にはお気に入りで、まず1個目がこのロゴ、ネバーランドグリーンのロゴ。YouTuber みたい結構、ま、ちょうどいいサイズかな。なんかスマホの裏とかに入れてほしい。これいいですよね。で、もう1枚目が丸尾。この丸尾の写真は3年前ぐらいかな、3年前ぐらいの丸尾なんですけど、めっちゃお気に入りの写真で超可愛くない？で、丸尾の写真がもう一個あって、これちょっとさ、見えるかな、ライト。めっちゃ可愛いの。これ丸尾の寝顔なんだけど、目が半開きでめっちゃ可愛い。あ、そうなんですよ、ヒカキンの猫とのどかの飼ってる犬がちょっと同じ名前で丸尾なんですけど、もうこの写真がのどか大好きで、やっとなんかで使える時が来たって思って、これね、実物見た方が可愛いから、ちょっと買ってみて。これはオンラインで買えますか？買えます。後日あの実写アクスタも何種類か撮るので、それと一緒に買えます。で、あと3枚あって、これが自分のやつなんですけど、この漫画風ステッカー、のどかの漫画風ステッカーです。まず1枚目がこれさ、文字見えにくいよね、ちょっと文字見やすいように、これが甘すぎるってあの歌詞で、これが資材のどかです。これはちょっとちょいダサいのがいいかなみたいな感じですよね、これ、はい、ちょいダサいのがいいかなみたいな。で、これはまあ思い出、18歳になったよっていう。で、この写真がこの今回のこのイラストの元画像でつけました。これが全5種です。ぜひ買ってみてください。ちょいかわいい、無難、かわいい、ちょっとダサいみたいな、そんな感じです。で、もう一個がじゃん、巾着。なんかこの巾着はさっき大地さんもこれはいいねみたいな連絡じゃないお声をくれたぐらい結構いいです。あれ、聖子ちゃんありがとうございます。今グッズ紹介してました嬉しい。そうで、これが巾着袋です。なんかこれ巾着も、なんかもともとグッズ作るってなった時に作りたくて、ちょっとね、生地は固めなんだけど、しっかりめの生地で、ここもこうやってしやすいし、ちゃんといい形になるから気に入りです。なんか小中学生は給食袋とか、あ、
にしてもらっていいし、大人とかはなんかそれこそオタ活だったらアクスタとかにめっちゃちょうどいいサイズな気がします。アクスタとかの本当女の子だったら小物アクセサリーとかメイクとかメイク用品とか入れてほしい。これね結構いいんじゃないでしょうか。なんか持っとけば絶対いつか使う時が来るみたいなやつです。そう、今回グッズは物のグッズはこの3種で、あとはランチェキがあります。インライン開いてると Google マップ見れないから会場も分からなくて吉祥寺駅からまっすぐ来てください。はい、はい、今紹介したまで見せます。ランチェキ、ランチェキこんな感じです。じゃあで、あのこのステッカーは大内さんのスマホの裏に挟んでくださいってお願いしたので、大内さんと同じスマホになりたい方は入れてみてください。で、あのこれグッズもパーカーを1枚買ってくれたらもう余裕で超えるんですけど、1回のお会計が7000円になった方には野坂からの直筆プリントカードがつきます。それがめっちゃ可愛くて、全3種あるんですけど、じゃん、あのまあちょっとこれ買ってから内緒なんですけど、文章はスクショしないでくださいねこんな感じで全部あの違うメッセージが書いてあります。で裏が東京ピンクロゴ名刺みたいになってます。でこれポイントなのが、こう分かるかな、これね実際手に入れてみてほしいんだけど、キラキラしてんのめっちゃ。こうやってこれがのどかやりたくて、このキラキラにしてほしいとお願いして、めっちゃキラキラなの。これぜひ手に入れてください。神保町のボンディで書きました。このメッセージは大内さんとカレーを食べながら考えました。はい、もうこのパーカーね1枚買ってもらったら1枚ゲットできるので、ぜひこれ全部ね違う言葉書いてあるからコンプしてください。っていう感じのグッズ紹介でした。イエイ。わあ、さっきまでリハしてたんですけど、もうドキドキ。一度に2万1000円買っても3枚もらえないかな。1回聞くと、おうちさん、はい、あ、OK ですか。なんですか。一度に2万1000円買って3枚もらえないかな、1会計ごとっていう質問が ゆちゃんから来てます。僕はしたらあの緑3枚とかになりましたらしいです。はい、大丈夫です。あの7000円ごとです。はい、7000円ごとなので、はい、1回の会計で2万1000円、だから1万4000円だったら2枚だし、はい、2枚1000だったら3枚っていう感じで、でも王子さんの気分によっては緑を3枚あげてしまうこともあるらしいですまあそんなことはないと思います。まあなんか被っちゃったら悲しいじゃないですか。だから、まあ、緑1枚持ってて、やっぱピンクも欲しくなって買うってなったら、まあちょっと緑持ってるんですけどみたいなのを言ったら上でもらえるかもしれないので言ってみてください。2万1000円買ったらコンプできる、できます。あ、このこれね実際に現物は今日初めて見てきたんですけど、本当にねなんか身長がまあ普通よりはちょっと高めなので、だいたいなんか女の子用のパーカーを買ってもなんかズボンが見えるとかワンピースで着れないことが結構あったんですけど、これはもう余裕でワンピースになってるのでめちゃくちゃ嬉しい。身長、高身長の方にも可愛く着てもらえると思います。喋りすぎだよね。生誕前でちょっとテンション上がっちゃってますかもしれない。
でね。あれコメント止まってましたね。あ、止まってない。で、これありがとう。なんか、なんかね、ここの前に階段があるのね。で、さっき上がってきて目の前に、あれ、ちょちょちょ、目の前にこれが広がってて、めっちゃうれ、あ、すいません、どうぞ。この前にこれが広がっててめっちゃ嬉しかった。なんかよく見たらこうやってライトになっててすごくない？イチゴも大きくて、のどかのこの人、ありがとう、嬉しい。あ、口角んできた、すごい。こっちもね、ありがとう、めっちゃ嬉しい。てかやばくない？なんかさ、高級お花屋さんみたいな。これライトついてるし、お花の間にジュエル、ジュエルっていうの、これついてて、すごいかわいい。ありがとう、写真撮ります、後でここで。嬉しい。あ、汚い背景が。って感じです。じゃあちょっと割と早く紹介が終わったから、今日のお弁当紹介もしちゃいますよね。はい、じゃあさっきあのマッパのマネージャーさんが買ってきてくれたお弁当を紹介します。興味ある？じゃーん、これ何？唐揚げ弁当。これ何だろう、かぼちゃ弁当かな。かぼちゃ、秋の味覚弁当だ。で、これが新米、あ、豚丼って書いてあります。もうこれきっとおちゃんが食べそう。これは違います。これはオムライス。はい、何にしようかな、唐揚げかオムライス。今日の生誕、みんなががっかりして帰らないといいなと思います。リハーサルどうでした？当日券迷った。6名様です。